11時だよ。時刻は11時になりました。2023年3月24日金曜日、シギレモンネットラジオ、今宵シギレモンラジオでフライデーということで、金曜23時のシギレモントークサンドへようこそ。シギレモンです。さあ、という間の1週間でございました。毎週金曜日は私の新旧問わずライブ音源をおかけするフライデーレモンライブということで、今週もこの後早速お送りしたいと思います。その後はシギレモンの最新情報、シギレモン何した、お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナー、チャイナの習近平主席がなんとロシアを訪問、プーチン大統領と首脳会談というニュース、篠田麻里子さんが離婚というニュース、そして19歳のアルバイトの、女性が、トイレで男女出産遺棄した疑いで逮捕というニュースなどをお送りしたいと思います。そしてフシスポのコーナー、今日ももちろん侍ジャパンの情報をたっぷりお送りしたいと思います。そして毎週金曜日といえばGoogle や Twitter の急上昇ワードをチェックする、フシレモ急上昇ワードチェックのコーナー、今日もお送りしたいと思います。エンディングは来週のフシレモを予告するフシレモネクストということで、フシレモ春休みの予定をですね、来週から、来週日曜日からですね、スタートいたしますけども、2週間、詳しい予定をお送りしたいと思います。今日も11時から30分間どうぞよろしく。この番組は主義音楽レーベルの提供でお送りいたします。フライデーレモンライブ、このコーナー新旧問わず私のライブ音源をご紹介するコーナーでございます。それではまずこの楽曲からスタートです。
たか。桜が雲に戻る頃に年収はまた舞い降りた。
フライデーレモンライブ4曲お送りしました。1曲目不思議レモンでフライミーツーダムライブイン東京、2曲目不思議レモンで英雄の歌ライブイン大阪、3曲目不思議レモンで丹後と岐阜人ライブイン新宿、そして4曲目が不思議レモンで鏡ライブイン大阪、以上4曲お送りしました。フライデーレモンライブでした。不思議レモン何した、このコーナー最新の不思議レモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信予定いってみたいと思います。朝9時本日のシレモーニングカフェ、今日は恋のひとちゃんと68ライブイン大阪ミディアムバージョンということで、私の、70年代ディスコテイクなナンバーでございますけども、ぜひ聞いてみてください。朝9時配信しております。正午シネコニャンズアワー、今日はプレイバックシネコニャンズのクラシックな風景ということで、スープを手につけて飲む瓶ズーということでね、これ伝説の回でございますけどね、これをまた可愛いドラえもんみたいな、ビンズちゃんでございますけども、これをまたね、フシネコニャンズの公式の方に上げたいなという感じも思っておりますけども、正午フシネコニャンズデジタルハウスにて限定配信となっております。6時レモンチューブセッション、今日の最新楽曲のご紹介、コーネリアス続きをということでね、まあ東京オリンピック等ではいろいろ問題がありましたけども、ミュージシャンとしてはいいね、ナンバーを作る方ですよね。6時半レモンジュリーステーション、今日もレモンジュリーニュース1830でございます。先ほどというかね、結構先ほどですけど6時半ですけどね、シギレモンニュース澤田健チャンネルレモンジュリーステーションにて配信しております。7時本日のシギレモンニュースということで、今日は、先ほどねおかけしましたフライデーレモンライブの告知です。10時から1年前のシギレモンコンテンツを再配信、プレイバックシギレモン、1年前のシギレモンニュースをファンサイト演奏室、1年前の恋不思議なラジオでフライデーをシギテレビジョンにて、先ほど10時プレイバック配信しております。11時からこのラジオ現在シギレモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了後シギテレビジョンにて配信、シギレモン公式ライブも同時に配信しております。今日のネット配信予定でございました。今日のシギレモンスケジュールということで、今日は午前中ちょっとね、お出かけいたしまして、用事で車で飛ばしてですね帰ってきて、シギレモンコンテンツ制作、3時前ですね、2時半頃からラジオ収録、3時半からジュリー音声収録、そんな感じの今日も1日でございました。不思議レモン何したでした。レモンニュース&エンタメチェーク、このコーナーでございます。このコーナー最新のニュース&エンタメ独自の視点であやかや言うコーナーでございます。3月22日水曜日午前9時から本日3月24日金曜日お昼1時までのニュースとなります。こちら3月22日 AP よりプーチン大統領と首脳会談、ロシア訪問中の習近平主席ということで、モスクワロシアを訪問中のチャイナの習近平国家主席はクレムリンでプーチン大統領と2人だけで非公式会談を行ったということなんですけどもね、
まあこれでも悪のなんか図式というかねえ、まあ本当にね、もうそっち側に行っちゃうのねとあなたはという、まあもともとそっち側の人間ですけどね、類は友を呼ぶとよく言いますけども、ダメな人間はダメな人間同士と組むということもありますので、しかしあのプーチンが非常にやっぱ老けたなって感じしましたね、この写真というか握手してる。習近平はまあまだ元気そうですけど、プーチン老けたなという感じしましたね。やっぱりもうダメなんだろうねロシアもねそっちと組むというこのなんていうのかな、チャイナのもともとあるこの利を取るというようなところがやっぱりあのなんていうのかな、その利のためには、別にこう自身のそういうものを押し殺すみたいな、その合理主義的なところあったじゃないですか。そういうのなくなりましたね、やっぱり一党独裁でこう来て、こう習近平に力が集まって独裁になっちゃったなという、そんな感じがいたします。こちら3月23日ライブドアニュースより、篠田真理子が離婚、交際0日婚から4年、自身のインスタグラムで離婚を発表ということでね、2019年に3歳年下の実業家男性と結婚し、交際0日婚として話題になったが、昨年8月に別居が報道されていたということでね、まあ噂ではその篠田さんの浮気という不倫というか、うん、そういうものがあるのかなという。面白いのは3月23日のお侍さんという方のツイッターからなんですけども、ベストマザー賞篠田真理子、ベストイクメンオブザイヤーリューチェル、この二人とも別れたんですよね。多分世の母親の大半はスーパーベストマザー賞取れるし、世の父親の大半はウルトライクメンオブザイヤー取れると思うというふうに書いてますけど、全くその通りですよねね、うん、まあもうこういうなんか馬鹿げた賞というか、そのなんか表面だけ綺麗なものというのはやはり、それだけね、脆いなというものもありますよね。実際のお父さんお母さんっていうのは泥臭いことたくさん日々の生活でやってらっしゃると思いますから、そういう中でのやっぱり賞というものをあげるべきであってですね、まあこういうもう見た目だけなんかこういいこといい面をしているというものだけでこういう賞はあげたくないなというね、感じもいたします。まああと芸能人の女性、特にねその AKB みたいな、まあ言ったら総選挙みたいなのがあってね、こうなんか男みたい、もう全員男ですよね、結婚する、まあ、相手っていうのはやっぱりそこも考えないとね、もう普通の女性じゃないですから。だからなんか侍ジャパンのね、まあ奥さんが、まあ、あの板野さんとかいるじゃないですか、元 AKB で勝ち組妻とか書いてましたけども、いやいやと今はいいんですよ。これがまたね、スポーツ選手っていうのは、まあ、いつかそのダメになる時とか来ますから、その時にこう支えられるかどうかですよね。その時にバーッと逃げそうな、そんな言ったら怒られますけども、感じも、そこがやっぱりね、こう、なんていうのかな。そういうところも含めて、やっぱりいい奥さんがどうかっていうのをこう、判断しないといけませんよね。CM の後は、フシスポ。シギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果樹物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス、シューファイン、月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議猫ニャンズデジタルハウスへどうぞ。
FC スポー、ここからスポーツの話題をお送りしたいと思います。侍ジャパン関係のニュースをずらりといきたいと思いますが、まずは史上最多130万人が感染していたというふうに言われておりましてですね、まあいろんな今回媒体がね、地上波だけでなく、前だアマゾンプライムとかねありましたから、すごいですね、130万人ですよね。大谷選手のインスタのフォロワーは400万人超になったという、ことでございましてですね、そしてまあ台湾でも 2.5 倍、メキシコもほぼ倍増、カナダも 44% 増えたということで、国地域ごとでも視聴者数が非常に増えたというね。で、視聴率は関東では、世界一の瞬間 46%、 関西では 44.6% と、まあ、テレビ離れとか言いながらもこれだけの人見るんですよね。やっぱりそういう意味ではテレビのその将来の、まあ、役割というか、うん、そういうところがまあね映し出されたというか。そして、帰国のね、まあ、侍ジャパンが空港にね、到着ということで、またたくさんのファンがね、1200人歓迎ということでね。まあ、アメリカのメディアもハリウッド映画のようというような、まあ、論評というかですね。で、ヌートバー選手に時計をプレゼントしたんですってね、大谷選手が。で、まあ、言ったら次の、その、WBC に出なかったら、その時計を返してもらうみたいな、もう続編も、まあ、言ったら決定というような、まあでもこれまた次ってなると大変でしょうね、本当にね。そして最後ね、歴史的な名勝負を繰り広げたトラウト選手もですね、まあ次ね、まあ大谷待ってるよみたいなまあチームメイトなんですけどね、第1ステージでは負けたけど次の第2ステージでは俺は勝つみたいな感じのこともおっしゃってましたしね。うん、Aロッドとかね、過去のレジェンドのメジャーリーグのプレイヤーもですね、解説でまあ大谷選手にねインタビューしていても、絶賛の嵐でね、まあ、オルティスとかももう大谷翔平選手にベタボレみたいな感じでね、で憧れてる選手はっていう風に、憧れていた選手はって聞かれて、でその両横にいた A ロッドとオルティスっていう風に大谷翔平選手が言ったら、もうすごい喜んでレジェンドの心もつかむ大谷翔平選手っていう感じもしましたけどね。そんな中、侍ジャパンが帰国するのと同時にですね、まあアメリカメジャーリーグのね、サイヤング賞右腕の、バウアー選手が、ね、DeNA にやってきたということで、この辺もすごいですよね。日本もやっぱりすごい時代に入ってきたなという、まあオスナもそうなんですけども、まあホークス行っちゃいましたけど、マリーンズからこの、まあ、バウアーもですね、まあ、なかなかレジェンドなすごい選手で、まさか日本の球団と契約を結ぶっていうのは、まあちょっといろいろあったんでね、 DV 的な、向こうは DV とかそういうものに関して、まあ、非常に厳しいというか、日本はまあ、まあまだ甘いというか部分がありますので、まあでも今後ね、やっぱりこういうすごい選手も日本にはね来てほしいなという、そういうまあプロ野球、日本のプロ野球というのは今回の WBC でもそうなんだけども、まあすごいレベルが高いというアピールもできたし、良かったんじゃないですかね。毎週金曜日は Google や Yahoo、Twitter の急上昇ワードをチェックするフシレモ急上昇ワードチェックのコーナーでございます。まずは Google のトレンドが2つ出ております。浅山段次郎さんということでね、ウルトラマンの、俳優さんということで、昭和の頃のね、ウルトラマンの俳優さんということなんですけども、次はヤフー急上昇ワード、本日2時、更新分、キング・レイナー、千葉の恥、段次郎、鶴野武史、株式会社山口達也設立、伊藤志郎名優、原、菜の葉、でいいんですかね、松下洸平、長澤シーシー、段次郎肺がん、レイオフ、アルコール依存症、山口達也氏、小松政夫、伊藤志郎、アクセンチュア、石垣のり子、Y2K、ピーポくん、シムカードとなっております。最後はツイッターの、トレンドベスト10。ピーポくん、レミの、答弁は結構、世界陸連、ライククレイジー、成田エクスプレス、ガーシー号泣、プロジェクト EGG、論理が飛躍、ドバイターフとなっております。シレモニュースフラー、最後に一件だけ。トイレで出産した男女を遺棄した疑い、19歳アルバイトの女を逮捕、3月23日の産経ニュースからなんですけどもね、まあ本当に悲しいですよね、こういう事件はね。まあもともとだから、生まれてほしくないようなまあ子供ということなんでしょうね、結局。まあ相手の男性がどういう男性だか分かんないけども、きっちりとした恋愛の末にできた子供ではないから、
こういう結果になってしまうんでしょうね。やっぱり、まあ、反省してほしいなと思うんですけどもね。レモンニュース&エンタメチェックでした。来週のフシレモンを予告するフシレモンネクストネクストネクストということで、フシレモン春休みのお知らせでございます。今年は2023年令和5年の4月2日から4月の15日までの2週間春休みという予定となっております。その期間は私もラジオ、SNS ね、等、全てのネットのコンテンツ、そして獣医澤田健さんの、ね、コンテンツもお休みとなりますので、よろしくお願いします。まあ、私のツイッターの千葉ロッテのアカウントだけはちょっとやって、まあね、マリーンズの開幕もしますので、しようかなと思っておりますので、そちらのチャンネルは全てお休みとなりますので、よろしくお願いします。お送りしました不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオでフライデーということで、また来週お会いしましょう。不思議レモンでした。